Hi everyone, it's me, Chigusa. 今日は実はちょっと鼻声になっているのでお分かりだと思うんですけれども、 I caught a cold. 風邪をひいてしまいました。で、まあね、この季節たくさんの方がいろいろね風邪ひいたりとかってあると思うので、今日はねちょうど風邪をひいたので皆さんに風邪に関するちょっと英語をお届けしていきたいと思います。一つ目は、風邪ひいちゃったんだよねっていう時は I caught a cold と言います、I catch a cold なんですけれども、風邪をひいたということで過去形にしますので、 I caught、 catch の過去形は caught になりますので、 I caught a cold になります。I caught a cold、 今の私の状況です。 I caught a cold。 二つ目は、今私のこの状態なんですけれども、鼻水ですね。もう鼻水にちょっと悩んでるんですけれども、鼻水が出るときは I have a runny nose と言います。 I have a runny nose、runny nose、 今この状態です。 runny nose、 oh god、 止まりません。もうティッシュがこう離せないので、ティッシュを持ち歩いて今いる状態なんですけれども、 I need expensive tissues。 高いんですよね、この鼻セレブ。高いんですけれども、このティッシュじゃないといけないんです。 Because I blow my nose all the time, so my nose turns red。こうね、こう結構鼻セレブとか柔らかいので、もう噛み続けるので鼻がねちょっと赤くなってきて、こう大変な、鼻が痛くなるので鼻セレブ鼻せません。ちなみに鼻を噛むときは I blow my nose、 I blow my nose と言います。 blow を使って鼻を噛む、そんな状況です。 I blow my nose。 もうめっちゃ噛みまくってます、今。三つ目は、この runny nose、 鼻水がずっと出続けている今の私のこの状態を It keeps running、 It keeps running と言います。 It keeps running、 running、 こう出ている状態ですね。 It keeps running。 もうこのおかげで I couldn't sleep last night, it wouldn't stop running。 もうね、昨日の夜は本当に寝れなかったです、この鼻のおかげで。はい、四つ目は、今度は鼻水がこう止ま、鼻水が止まらないとか、逆に鼻が詰まっている、これもよくありますよね。この状態を I have a blocked nose、 もしくは I have a stuffy nose というふうに表現します。 blocked nose、 ブロックしてますよね。 blocked nose、 もしくは stuffy nose、 stuff、 こう詰めるみたいなね、 stuffy nose。 はい、もうこれも大変ですよね、息がしにくいみたいなね。で、喉でこう口呼吸になるので、鼻呼吸ができないので、もうこれも大変です。もう本当に鼻水、鼻詰まって鼻水は出るしみたいな、もう感じで、もう昨日の夜はこれを使って鼻に詰めました。 I stuffed tissue up nose、 I stuffed tissue up nose と言います。 I stuffed tissue up nose。 もうこれで昨日はしのぎました。5つ目は、今まさにこれも私この状態なんですけれども、 I have a sore throat、 喉が痛い。 I have a sore throat、 sore、 喉が痛いんですよ。なので、もうこれも欠かせません。もうね、私のお供はティッシュ、そして龍角散、ドロップですね。もう本当に手放せないアイテムに今なっております。6つ目は、これは私は免れてるんですけれども、咳が止まらない時、咳をしている時、咳が出る時ですね、咳が出る時は I have a cough、 I have a cough というふうに表現します。 cough で咳なので、
have をつけて I have a cough っていう感じになります。でも咳がないだけちょっとセーフって感じですね。そしてこの症状も私はまだないんですけれども、7つ目はこの状態、I have a feverI have a fever. 今ね、私は熱はないので I don't have a fever. で I'm so glad なんですけれども、お熱があるときは I have a fever というふうに表現します。さらに体温計で熱を測るときは I check my temperature with thermometer というふうに言います。I check my temperature、 この体温をチェックする I check my temperature with 何で thermometer、 体温計ですね、 thermometer、 はい、で、チェックするというふうに表現します。 I didn't want to check my temperature、 こう熱があるって気づくともう本当に急にまたしんどくなるので、なんかね、私はいつも本当のギリギリまで測らないタイプです。8つ目は今度は気持ち悪い、ちょっと吐きそうみたいな、そんな時は I feel sick、 I feel sick というふうに表現します。sick っていうのは日本語でだったら病気みたいな感じなんですけれども、ちょっと吐きそうみたいな感じは I feel sick というふうに表現します。 I don't feel sick, so that's good, that's good.本当にあの runny nose と blocked nose と sore throat だけなので、まあ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 まだまだちょっとね、このこれから回復していきたいところです。9個目はじゃん、これですね。これちょっと薬局の人に勧められたんですけれども、メディスンです。メディスン、メディスンは数えられないものなので、不可算名詞アンカンタボーになります。で、薬を飲むときは drink を使うのではなくて I take medicine、 I take medicine というふうに表現します。 I take medicine、 はい、そんな感じです。もう本当にね、風邪のお供がどんどん増えていくという感じですね。10個目は頭が痛い、ガンガンするっていう時もありますよね。こういう時は I have a headache, I have a headache というふうに表現します。ちなみにもうこうズキンズキンしている時の、頭痛の時は I have a pounding headache, I have a pounding headache という表現をします。チャンネル登録してね。はい、今日は風邪に関する英語を皆さんにご紹介しました。ちなみにちょっとおまけにはなるんですけれども、こちら、これ日本ではよくね見かけるんですけれども、予防のためとかにもねよく使われるこのマスクなんですけれども、実は海外ではマスクをしてる方がほとんどいないんですよね。だから海外から見るとマスクをしてるいっぱい歩いているのがすごい変な光景かとは思うんですけれども、マスクが海外ではされないので、まあ、これをどう表現するかというとフェイスマスクが一番伝わりやすいんじゃないかなと思います。マスクだけだとこう仮面のマスクに思われがちなので、まあ、フェイスマスクが一番は伝わりやすいかなっていう感じですね。なので海外にはきっとこれ売ってないと思うので、もし海外旅行に行かれる方はぜひ日本で買ってから。ただね、あんまりしてる方がいないので振り返られるかもしれないんですけれども、日本、これがまた文化の違いでもありますね。はい、ちなみにね、英語講師はねマスクができないんですよ。こう口を見せながらの指導になるので、レッスンがない時はねマスクをしてるんですけれども、レッスンが始まるとマスクを取らないといけないので、すごく風邪になりやすい職業かなってこの時期は思います。はい、ということで今日は風邪に関する英語表現でした。 So I need to go to bed early and I need to drink a lot.
ですね。もう本当に今日はずっとこんな感じで飲んでます。はい、はい、ということで今日はちょっと早く寝て、まあもうすぐね子供たちが冬休みに入ってしまいますので、それまでには直したいなと思います。皆さんも風邪気をつけてください。ということで今日は私はこれから中学生たちとクリスマスパーティーなので準備をしてきます。それでは I will see you next time. Bye bye.